じゃあ転換からやってるんですけどね。転換そうで、なんか暑いからね、あんまりがっちりやらないようにした方がいいかもしれないね。コンテストに。はい、じゃあやりましょう。緩んでドカンだとできないんだけど、こう緩みを取って、それからこう向こう、こう緩みはこう取れるね。このまま行っちゃうと硬くなっちゃうの。硬くなっちゃう。だから緩みを取って向こうに指さす感じ。指さす感じね。そういう感じがいい。で、こういうふうに転換はこういうふうに入ってきて、こういうふうにね、なんていうの、相手の重心をここで感じてるから向こう出すとかいろいろあるんだけど、まあ普通はまあ僕の場合は向こうへ出してるのね。あちらへどうぞ、あちらへ、そういう感じ。そしてこういうふうにまとめた、そういう感じね。そしてこう緩みを、だから緩みを取るのが問題。この緩んだままだと勝つ、こういうふうにぶつけちゃうから、緩みを取って、それからこう、それからまっすぐ上げて、で、こう足。で、緩みを取って、足は自由。そして、まっすぐ。そういう感じね。じゃあやってみましょうか。どうぞ。緩みを取ったら向こう。で、いいや、いいよ。姿勢とか足が自由。じゃあやろう。で、来い。ほら、行かないんだよね、ほら。手でやっても行かない。これ、緩みを取るっていうのは、こういう形。で、動くところから動かすっていうのはね、動くところから。動き始めると楽だから、動き始めて、こういうふうに。だから、ここの時は動かないんだけど、この時は、初めから力入れてないの。力抜いてて、ここをまず動かす。動くとこだから。で、こういうところも動くとこなんだけど、まあ、こう、真ん中に。そして、向こう。で、ここはあんまり動いてないんだけど、体は動いてるよね。体はこういうふうに動いてる。だから、この足の方が、この援助してるっていうのかな。動かすために援助してる。こういうふうに緩みを取って、それから動かして。そういう形ですね。で、これができるようになると、ね、こう来て、こう来たんだけど、これがこういうふうに、まっすぐ自分のところに入ってくる。こう足そのままだったらこう。こう来てね、足がそのままだったら、足が転換はこうなんだけど、こういうふうに入ってくる。で、このまま入ってくればこういう形。それから、こういうふうに、転換でこういうふうに入ってきて、で、足がこっち。表って言ってるんだけど、こういう風に出てくるの。そうすると、裏に、あ、表になるんだね。このまま来たら、足がこういう形だったら、こういう風に来て、後ろに入ってくるから。これ裏の形。で、表の形だと、こういう風に来て、それからこういう風に、こっちへ出てくるの。体だけ。そうすると、この展開して、ね、こういうふうに入って、それから、裏の場合はこのままこう。表の場合は、こっちからこういうふうに。そういう二つあるからね。いや、この練習は足を自由にする練習。手を自由にするんじゃなくて、手はもう、
手はここの上にこういうふうにやってるだけ。そして足自由、足が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 自由、そういう形ね。じゃあちょっと小投げやってみようか。足が自由こうきて、あっち道具なんだよね。でここであるの、こさっきはこういうふうに回ってきたんだけど、今度はこういうふうに入ったら、この手は下のこういうふうに抜けてくると、向こう彼は安定してんだけど、まあそういう形ね。そしてこの足はこっち入ってくるの、後ろに、彼の後ろにこういうふうに入ってんだけど、こうやって転換なんだけど、まっすぐこういうふうに。そうすると自分が安定したまま、こういうふうに入っていくんだけど、足は、この手はまっすぐこういうふうに入ってきたんだけど、この手はつなげてこういうふうに来ると、こういうふうになってね。こういうふうに。そして、足は後ろ。足は、この足は後ろ。そしてまっすぐ、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 こういうふうに入る。そうすると倒れてくるから。相手のこういうふうに来て、そしたら足は後ろ。そしてまっすぐ。これまっすぐが大事ね。まっすぐ。こう、どっちでもいい。こうやって寄りかかんないの。あちらにどうぞしたら、自分が中に入れるから。この手はずーっと向こうに捨てちゃう。そして、中に入る。そういう、自分がまっすぐが大事。あ、ここで競うと、できないんだよ。だから、ここはいなくなって、向こうへどうぞやって、そしたから、こういうふうに。自分はまっすぐ。自分はまっすぐ練習だからね。で、足を、だから、こういうところ競わないで、足が先。足、競うんじゃなくて、こういうふうに、足がどういうふうにやったら、さばけるって、そういう話。こういうふうにさばいてきたんだけど、今度は、こういうふうに入って、後ろに入って。そういう形ね。じゃあ、ちょっと、塩投げの変形みたいな、ちょっとやってみよう。コントロールしないって言ったんだけど、ここコントロールしてる限りやられちゃうんだよ。だから、ここコントロールしないの。あ、やられしてんだから。だから、こう来たらこっち、関係ないの、ここ。彼が言いようといまいと関係ないの。で、彼の通り道を邪魔しないで僕はこっち来たの。そして、足はどっちでもいいんだけど。ね、そしたら、彼は向こう、まあ、こうなって、通り道を邪魔しないで、邪魔してたら、相手来ちゃうんだよね。だから邪魔しないで、こういうふうに、避けたの。彼を避けた。避けて、まっすぐ。やばいなって、こういう感じ。やばいなって、こういう感じなんだけど、その時に外れたの。そして、そのまま出てきた。だから、いや、彼と競争してたらやられちゃうんだよ。やられちゃって傾いちゃうんだよね。だから、まっすぐにっていうのは、傾かないこと。こういうふうに傾かない。で、あちら行きたいんですかって言ってから、まあ、こういうふうにね、こういうふうにでした。で、こう、やるな。で、今度はこう来てんだけど、通り道開けるときに、今はこういうふうに転換で開けてきたんだけど、こういうふうに開けるときこう切っちゃうの。こういうふうに。こう来たときに、持たれちゃったらやられて、引っ張り込まれてやられちゃうの。だから、持たれる前に、そしたらこの手は真ん中に、僕の真ん中にあるの。真ん中にあるの。そしてこのまま行けば転換なんだけど、このままこう持ってきて、こっちに持ち替えてきてくるから、これをまっすぐ上に上げてきたの。そして、
この肩のこの手でハンドルでこういうふうに下げ、これを下げながらこれを上げる。そうするとこういうふうに下がってくるってこういうふうに来た、ね、こういうふうに来た、あちらどうぞなんだけど、その時に持っちゃう。そして額につけちゃう、額につけちゃう、こう来て額につけちゃう。それでこういうふうに額につけないとこういうふうになっちゃう。額につけちゃうと、額につけちゃうとこういうふうになる。これ弱いからこう来たらこうねこれこっちこっち、そしてこういうふうにこういうふうにハンドルと同じ、ハンドルとこういうふうにこういうふうに、そしたら額につけちゃう。で中心の力、この自分の中心の回る力でこれね、これこういうふうに落としてる。そういう形で今度は持ち替える練習と、こ来た時にここにいたらやられちゃうんだから、だから避けて持ち替える練習、避けて持ち替える練習で、このまま待ってたら来るんだけど、こうやって来るんだけど、こ来る前にここに入っちゃってるから、で上げながら下げてきて、そして真ん中、そういう感じ。じゃあやってみよう。暑いからね、まあすごい暑いね。で今度は今と同じなんだけど、今と同じこういうふうに来て、あこうね、そしたら今はこれはこういうふうに来て、この手こういうふうに来たよね。でも今度は後ろ狙ってるの、後ろ狙ってるところは通り道を開けて僕は後ろにこっちへ入ってるの、こっちへ。そうすると後ろを取れるから、同じなんだけど こっからこうじゃなくて、後ろを通るってことを狙ってるの。初めから後ろ、こっちは彼がいるからいけないから、後ろ通るのはこういうふうに出してるの。どっちかって言ったらこういうふうに、そしてこういうふうに入ってるの。今はこういうふうにまっすぐあっちなんだけど、後ろ通るためにこっちに少し出してる。そうするとこういうふうに入れるから、そうすると彼はこっち来るかこっち来るかね、こっち来るかどっちかしかない。でもその時に僕はいなくて こっち来た場合はこうなんだけど、こっち普通の来るの、普通はこっち来るの。こっち来た時にいなくて、ほらいなくてこういうこ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 う いないのここにいるとやられちゃうの。でこうなってバラカってしちゃうの。でもいないんだからこういうふうに、こういうふうに、そうするとこうこういう形ね。そしてこうやって後ろ狙ってるからこういうふうにいないんだ、そしてこういうふうに入ってくる。後ろ狙ってるんだけどいないの、後ろ狙ってるんだけどいないの、いないの、いないの、いないの。で下げるのはもうその後でもどっちでもいいじゃない。こうやって後ろ狙っていないの、後ろ狙っていないの、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 後ろ狙っていないので、それだけちょっと練習しようかな。じゃあやってみましょう。どうぞ。